1662年創業ですので、今年で354年目になります。350年を超える歴史の中で、マスミは決してずっと大きかったわけではなくて、逆にずっと小さかった時代が長いんですね。うちの曽祖父が継いだ時にはもうほとんど潰れそうな会社でした。その規模の会社が生き残るためには、量を追うのではなくて品質を追うこと、日本で一番美味しいお酒を作ることしかないというふうに思ったのがうちの曽祖父で、今に至っても規模が変わってもポリシーをずっと守ってきたことが今のマスミの品質を作っているんだと思います。日本酒は材料がとてもシンプルです。水と主に使われるのは米。どれが重要っていうのはすごい、これも難しい。もちろん全てが重要なんですね。日本で一番、世界で一番美味しい酒を作ろうと思ったら、最も上質な材料を求めて作るということが当然あるんだと思います。こだわりを持てるだけの材料を集めるのが我々オーナーの仕事なんだなっていうふうに思ってます。我々が作りたいのは最高の、世界で一番美味しいお酒です。